実の母ですね。母がいなかったら多分私生きてないと思うので。お母様ですわ。お母様こそ真の貴族令嬢であり、私の永遠の目標ですわ。クレア様です。クールで聡明だけどどこか影があるような。間違っても平民みたいなのはごめんですわ。一度目の転生で大成功したので二度目はなくていいです。できれば次もクレア様のそばで。生まれ変わっても私はきっと私ですわ。でも平民にはなりたくありませんわね。クレア様と一緒に過ごします。むしろ本望ですね。世界が終わる原因を突き止めて最後まで抗いますわ。諦めるなんて私にはできませんもの。クレア様なしの人生なんてもう考えられません。誇りですわね。ただ生きていくだけの人生なんて、それはもう奴隷みたいなものですわ。学院の講義でダンスがあるんですけど、これがすごく苦手なので練習したいです。自分でも少し短気なところがあると思っているので、それはどうにかしたいかもしれませんわ。メイド試験の時のドル様との交渉でしょうか。いやー、あれは緊張しました。平民がメイドになることを受け入れたことですわね。お父様の指示とはいえよく我慢しましたわ。私この溢れんばかりの愛です。なかなか伝わらなくて困ってるんですけどね。信念や志など内面をアピールしたいですわね。外見で判断するような方はお断りですわ。クレア様ですね。ザ・可愛いオブ可愛い。猫やウサギなどの小動物は可愛いと思いますわね。クレア様を持っていきますね。クレア様がいればどこでも楽園です。魔法の杖が現実的だと思いますわ。辞典で釣り竿かしら。食料は大事でしょ。